こんにちは。こんにちは。今日2本目だね。2本目ですね。なかなか珍しいね。やる気がある証拠ということで、はい、今日もやっていきますか。急遽2本やりたいって言い出してのは、いやもうそれやりたいですよ。どうしたんですか。なぜならこれ見てください。ニューボード来ました。いや俺の相棒がまた一人増えましたよ。今回はおなじみグレムリン 2.0 で、はい、ちょっとね自分がグレムリン 2.0 で気になった部分とかをバンクシーともくんとちょっとミーティングして、あの改善というか、まあちょっと試してみようということで、あのやってみたんですけど、まあ、これがハマればあのぜひねモデル化して、モデル化というか、まあグレムリンがねもっといい方向にね行けばいいかなと思って早速乗っていきたいんですけど、ブラシ見てください。ブラシを、なんすかこれ。これあ、なんか特徴的ですね。特徴的でしょ、はい、この色、はい、これ何かというと、まあ僕のインスタ見てくれてる人多分知ってるんですけど、はい、僕サッカー大好きで中高、はい、サッカー部だったんですよ俺。はい、サッカー部であのクリスティアーノ・ロナウドが僕大好きなんですよ、はい、中学の頃とかずっと YouTube でクリスティアーノ・ロナウドの動画見てたりとか、もう大好きで、サッカー好きになった理由の一人でも超リスペクトあるんで、彼がねポルトガルの7番ということで、ポルトガルカラーのポルトガルのユニフォームのカラーにこの黄色でね7って背番号のね、はい、入れてもらいました。なんで超愛着湧きそうなボードです。これで調子よかったらねもう最高ですよ。なんで早速海行って乗っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、海着いて、サイズ胸肩、たまに肩だね。ニューボードおろしの日には、うん、うってつけの日じゃないですか。そうですね、やっぱこういう日におろしたいよね。いい波ですね。腰からじゃん、めっちゃいい波来てる。これも波でそのちょっと変えたところがねどう反応してくれるか、どう波にフィットしていくかすごい楽しみなんで、ゆうまさんちょっと引き続きチェックお願いします。はい、ちょっとねフィンあんま紹介してなかったんで、はい、今日紹介、普段使ってるフィンを紹介しようと思うんですけど、はい、僕ね FCS のところめっちゃ愛用してるんで、これね何でもでも言ったっけ、説明したっけ、そうフィンのあんま抜けすぎずホールドしてくれるっていうのが僕的に結構フィットしてて、あんま抜きたい時にちゃんと抜けて、でボトムターンとかですすっこ抜けるってことがないんで、これは愛用してます。なんで皆さんも気になったらねぜひ買ってみて使ってみてください。じゃあちょっと着替えて海行ってきます。お願いします。お願いします。
疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。あのね、いい感じよ。いい感じですか、うん、これね、でもね、完成ってまだ言えないね、この状態じゃ。ちょっとチューニングしたんだけど、まだね、完成とは言えない。あのね、もうちょっとテールのね、この辺の水の抜けとか、うん、ここら辺のテールコントロールのしやすさっていうのは良かったんだけど、なんかね、ちょっとこの辺で引っかかるなっていうのがあって、実際冬の練習用でも作ってあるから、板がハーフインチ長いっていうのと厚さがちょっとあるんですよ。それも関係してんのかなっていう感じもしたんですけど、まあ、波的にもね、自分が乗せたピークあるじゃないですか、うん、あのピークから乗って、まあ、軽くワンターン入れて、その後すげえ熱くなっちゃうんですよ、うん、でそこの熱くなっちゃったコブを拾いすぎてフィニッシュめっちゃこけるっていう現象が起きちゃって、まあだから一回深くなるからそこでスピードをロスしちゃって、最後のセクションは結構インパクトあるセクションだったから、そこにスピードがない状態で行ってたからボケちゃったんですけど、まあね、でも本当掘れてるここだっていうセクションに対してのアプローチはすごい良かったんで、もうちょっとね、トモ君とミーティングしてよりいい板を作って皆さんに届けられるというか、いいモデルをね作っていけたらいいと思うんで、ちょっと頑張ります、僕も。なんで今日はこんな感じで以上になります。最後までありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。